性にね、いろいろ問題あるじゃないですか。2017どうでした？ああ、そうですね。もうそういう話ですね。もうそういうね、あのなんか締めくくりな。そうですね。もう明らかに、まあ自分の進むべき道が見えたっていうか、うん、その準備だったのかなっていう。おお、うん、今までが。そうですね。来年2018は、まあそれをだから、まあ、実行していくっていう感じですかね。去年の今頃とはやっぱ明らかにやっぱりもう違いますね。非常になんか、よくまあここまでやれたなっていう思ってたね。ああなんかめちゃめちゃ気持ちいいですね。られるようになったら一年前くらいじゃないですか、ね。モノマネされるようになったらとかなんかそう、ね、はいはいはい、ああよかったーって。ああすごい。すごいすごいなこです。痛かったですか？いやまあなんかスポンってきました、ね。ああ。
そういえば、はい、あれです、はい、この渋谷で、この渋谷で、はい、体に力が入りやすい、はい、人がいたんですよ。はい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 。どうすればいいですかね。あ、一旦力入れてもらうことですね。あ、逆に、あの抑えて、はいはいはい、グーッと上げてくださいってやったりとか。背中とか、うん、あのまあ、座りながらなんですけど、うん、押すと、うん、でもなんかもう本に入れてるつもりなんですけど、うん、やっぱり力がギュッて入るんですよ、うんうん、これは困ってる、とかまあ、あとはこうやっぱり、あ、息とあの合わせてもらう、あの押すときに吐きますよっていう、ゆっくりでやって、今度そういうのが来ましたら、はい、やってみます、はい。全然大丈夫ですか？大丈夫です。ああとか言って悪いそうですね。Yeah.